はい。フリーレイターのいつか笑って過ごせる暇で,です。カルトレッテルバリは名誉毀損になるのか被害に遭う N 国国民主権党平塚正行ということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、まあ、あの、最近ね、あの、N 国であったりとか国民主権党平塚正幸さんであったりとか、立花隆さんに対して、えー、カルトだというレッテルバリをね、する方がいるんですよね。これ、むやみやたらと、 カルトだのなんだのって、まあ、テロ集団とかねオウム真理教と一緒であるとかそういうことを言うと名誉毀損になるんじゃないのっていうお話なんですよね。で実際もねどうなのかっていうとカルト宗教とかカルトっていう言い回しが 名誉毀損になるかどうかっていうと、これ状況次第なんですよね。名誉毀損を認めない判例もあるし、認めた判例もあるんですね、これ。ちょっとそこはね、気をつけていただきたいところではあるんですけれども、で、何がまず、焦点になるのか、争点になるのかというと、名誉毀損性があるかどうか、要はそれが名誉を傷つけてるかどうかですよね。 そもそも名誉を傷つけてなかったらあの名誉毀損にならないわけですよ。で、これが名誉毀損となるのはどういう状況なのかっていうと、カルトという言葉自体は狂信的な崇拝や少数の熱狂的な支持を意味するだけなので、カルトという言葉を使っただけでは名誉毀損と直ちになるわけではないんですけれども、 具体的な事実を指摘して反社会的で危険な集団で断的な否定する意味で使った場合は、えー、社会的信用を低下させるということが認められると、まあ、具体的に言うとオウム真理教や地下鉄サリン事件テロ集団などという言葉と一緒に使った場合名誉毀損性が認められる可能性があるんですね実際にこれ認められた判例もあるんですそれは名誉毀損になりますよと ななんじゃいいのっていうことですよねでもう一つ、えー、重要なポイントとしては真実性があるかかどうかなんですこれが名誉毀損訴訟でよくある話なんですけどもこの真実性があるから認めないという判例ってあるんですよね。要は名誉毀損はしてるんだけど事実でしょいう話なんですね。 まああの公益性がない場合とかは、これ事実であったとしても、名誉毀損というふうになる可能性があるんですが、ああ最初に言ったこの辺っていうのは、公人であったり準公人であったりとかになっていく人たちなので、ああ真実性と名誉毀損性、真実性と名誉毀損性があれば、ああ認められない。 名誉毀損性があって、真実性がなければ認められない。認められるか。なければ認められるんだね。認められる可能性があると。まあ,あ、公共性っていうのは多分、この辺、特に立花さんなんかはまあ公共性があると言われてしまう可能性があるので、まあ、真実性があれば、あの名誉毀損性が、名誉毀損性があって、真実性があればか。性があれば、まあ、大丈夫の可能性は高いんですけども、これ この平塚さんだったらちょっと微妙なラインですね。N 国はまあ立花さんと一緒だけど。っていうところになってくると。どのくらいその公益性があるかっていうところになるということですね。まあ平塚さんも多分公益性の方はね、あの認められそうな気がするので、要はあの、なんだろう。真実であれば、まあ大丈夫の可能性は高いんですけれども、ただね、あの、 どううななのっていうところなんですよねで、えー、とカルトと言われた集団に反社会的意味でカルト性が認められればこれ名誉基礎になるんですよね。あ名誉基礎にならないんです、ね、逆ですね。名誉基礎にならないんです。うん、これでなったらえらいこっちゃ。ならないんですよね。であのこういうことを言うと多分ね出てくると思うんですよコメント欄とかに。真実性があるから大丈夫なんだというふうに言うがて出てくると思うんですけれども。 これ、真実性があるって証明するのは、えー、と、名誉毀損した側なんですよね。こうこうこうだから真実なんだという証拠をつけて、えー、出さなきゃいけないのは、名誉毀損した側なんですね。いや国民主権党であったり、N 国であったり、立山さんであったり、平塚さんではなくて、逆なんですねいや。訴えられてる方が出さなきゃいけない。ということになります。ので、まあ、むやみやたらとね、あの、<laughs> カルトだとかカルト宗教だとかっていうレッテル張りをするのはまあやめておいた方がいいよとまあ今のところねあんまり訴えてないじゃないかという話もあるんですけどもいつ訴えられるかわからないというところもありますしまたあの裁判ってその一番ひどい人から訴えるとは限らないんですよね、まあ、人によってはですけどもその金を取れるところから訴えることによってあの抑止力にするなんていうのもあるのでうん いやだってあのお金持ってなくて裁判に勝ったんだけど回収できないよなんていうことになるとね泣き寝入りになっちゃうのでまあ相手は選ぶよねってそのお金取れるとこを訴えるよねっていう話で名誉毀損性が認められて真実性が否定された場合まあ20万か30万程度の罰金になることが多いようです こののカルトの件に関してはねただ場合によってはもっと高い金額になる可能性もあって1000万円を超えるような判例もあったりとか、まあ、過去にはね名誉毀損で、えー、とこれカルトではないんですけれども4290万円の支払いが命じられた例もありますで名誉毀損に関してはあのー、刑事罰もあるんですねこれね民事だけじゃなくて。いや民事であの賠償を認められ のはもちろんのことを刑事として3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金ということになるか全科がつく可能性があるというところもねちょっときあの心に留めておいていただければと思います要はあのお金取られるだけじゃなくて最悪あの懲役を命じられる可能性があるというものであると名誉毀損というのはね、うん、っていうところは、ね、ちょっと 心に置いておかなければいけない、要は気をつけて発言しなければいけないというところですよね。で、煽り事件で、えー、ありましたよね、煽り事件、あの高速道路で煽られて車止めてそれにぶつかられて、あのー、その止めた方の人、被告と同じ名前の会社が関係先として書き込まれてなんかそこは脅迫受けたりとかっていう話ですよね。でこれれ、えー、人が普通に起訴されて 5人が略式起訴されてるんですよ実際にね。なので名誉毀損ぐらいだとそんな起訴なんかされないよとか思っていてもい起訴される可能性ってありますよっていう話なんですよね。ちなみにねちょっと別件にはなるんですけれども。 宗教団体と密接な関わりがあると書かれたことが名誉毀損と認められた判例もあるので、その辺もね、いろいろ気をつけるべきなんですよ。なんか、あの、平塚さんとか橘さんとかね、とある宗教と関わりがあるんだとか、とある宗教のためにやってるんだみたいなこと言われていたりとか、まあ、あとはあの、N 国のとある議員さんがね、あのとある宗教の勧誘をしているというような話とかも出てきていますけれども、これも場合によっては、これも、あの、事実ではなかった場合、名誉毀損、 になる可能性があると。いうところはあるので、ここも合わせて気をつけていかなきゃいけないよという話なんですね。ちょっとね。最近あのこのカルトっていう言葉を乱用している方が結構いるんですよね。この n 国とか国民主権と平塚さんや立花さんに対してね。これって実は結構まずいんじゃないの？っていう話なんですよね。うん。 さっきも言いましたけれども、これ、あの、本人が真実性があるんだと思っていても、それを判断するのは本人ではないので、うん、ちょっとね、あの、むやみやたらと使わん方がええよっていう話ですね。結構、その、大手さんで使ったりする人もいるんですけども、その、人によってはね、あの全員が全員ちゃんとやってるってわけじゃないんですけども、人によっては、あの、こっちというふうに、断定されない使い方をしてたりするんですよ。 要は、あのこ、こっちにも聞こえるような言い方をしていて、要は曖昧な言い方をしてたりとかって結構してたりするんですね。それをせずにもう、もう明らかにこれみたいな、こっちみたいなことをしている人が多い。でも真似してるつもりなんでしょうけれども、あの、その人、をちゃんと防衛ライン張ってるよっていうような人もいるんですよ。全員が全員とは言わないですよ。結構大きいところでもうそれをせずに、もうあの、いやこれダメでしょみたいなことをやってる人もいるので、 うん、もうちろん誰がど,ど,どうだっていうと場合によってはこっちが名誉損になる可能性があるので誰っていう、ね、具体個別具体的な名前を言う気はないですけれどもあの、ね、いやちゃんとその訴えられないようにしている人もいればあのいもういるんですよ。まあずるいな <laughs> っていう感じではあるんですけれども、ねうん、そういう人たちって要は訴えられてもあの逃げれるわけですよね。 もしくはその真実性を証明するだけの、あのー、力というか、本人にそれだけの要はあの訴訟されて、例えば弁護士を雇って戦うだけの力がある人、要はお金あるから別に戦えばいいよっていう人であったりとか、まあ、あの本人が自分で法律の知識もあるから戦いますよみたいな人は、ああそれで戦えばいいとは思うんですけれども、裁判って結構大変なので、まあ、刑事にしても民事にしても結構大変です。やるとね。うん そんなね、あの、よっしゃ、裁判してやるぜ、おおみたいな、<laughs> あの、ノリでできるようなものでは基本的じゃないので、まあ、できる人もいるんですけれども、まあ、あの、普通の人はね、なかなか難しいです、自分でやるのはね。うん。ある程度知識ないと無理ですよ。で、やっぱりあの、法廷とかで証言するのって、話すのって、結構独特な雰囲気なので、なんていうかね、 思ったように喋れないとかっていうのもあるようですので、その辺っていうのもあるのでね、あの、まあ、あの、やたらめったらとね、あの、名誉毀損だと言われるような発言っていうのを繰り返すっていうのはどうかなっていう、やめといた方がいいよっていう話ですね。まあ、ね、あの、お金にあり余ってるから全然、あの、訴えられてもいいよと。 言うのであればねまあそれはもうご自由にというしかないんですけれどもまあやっちゃダメなんですけどもやっちゃダメだけれどももうあのそれは覚悟の上なんだっていう何が何でもこいつらが許せんみたいなのはねもうあの勝手にやってくれとしか言えないけれどもまあ本当はねやめとけよっていう話なんですけどねうんまあねあのもちろんね本当に真実性が証明できるならねまあ大丈夫なんですけれども本当にできますかあなたっていう話なんですよねうん。 で、真実性が証明できると思っていても、実はそれが証明できなく <laughs> ということもあるのでね。まあ、あの、怪しい言葉はね、使わない方がいいんじゃないのっていう、まあ、注意ですかね。はい。注意喚起というかね。もうちょっとね、あまりにもその、言ってる言葉が、まあ、このカルトだけじゃないんですけれども、他にも、その、全、ま、くあの、デマであるとか、っていうのを合わせて、 あのやってる方っていうのは結構いるのでいやこれ普通に考えてデマだよねみたいな話を真実のように語ってしまうと、まあ、それっていうのはどうしてもね名誉毀損であったりとかいろいろな法律に違反してしまう可能性っていうのはあるので、まあ、ちょっとそこはねあの本当気をつけてくださいねとしか言えないかなっていうところですねうんとまあねまあそんな感じですかねうん なので、まああのまあ、最後にまとめると、カルトとかカルト宗教っていうのをむやみに使うと、むやみにレテルバリすると、名誉癖になる可能性がありますので、皆さん、ちょっとやめましょうと。それ、あまりやりすぎると、本当に訴えられますよっていう話なんですね。今、訴えられてなくても、まあね、どっからからね、訴えられる可能性っていうのがあるよねっていうところだと思います。ちょっと待って、これ、5時な気がする。 やっぱそうだ、ね、すいません、これ字違います。えー、っと、どこだ。えー、っと、どこださっき。さっきあったんだけどな。あった。これだ。これちょっと違います。こうですね。誤字脱字っていう。少人数の熱狂的な指示ですね。はい。 ということで、まああの、繰り返しになりますけども、カルトとかカルト宗教っていう言葉は名誉癖に当たる可能性があるから、まあ、使わない方がいいですよっていう話ですね。はい。以上です。えー、よろしければですね、えー、チャンネル登録していってください。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまるで,でした。